南部行親は、江戸時代前期から中期にかけての大名。道の区国森岡藩の第四代藩主。蟹は十四1した信品を守。る。寛永19年8月17日、第三代藩主、南部重信の長男として、森岡にて誕生。寛文6年4月28日に四代将軍、徳川恵綱におまみする。同年12月28日に、 十五位下、品野守るに、ジョイ、任官する。元禄五年六月二十七日、重信の隠居により五十一歳で家督を継ぐ。元禄七年八月二十一日、弟、政信に、新田五千国、弟、勝信に、神殿三千国を分け与え、おのおの旗本に列する。元禄十二年十二月十八日、十四位下に昇進する。 両親が藩主となった頃には、数の金山をはじめとする森を下藩内における産金の減少。元六七年の大強作から元六八年の大基金と、連年のように強作が続いて四万人の合死者を出すなど、犯罪性が著しく悪化した。このため、新田開発の奨励、倹約の徹底、ケミ製廃止による税制改革、 軍馬飼育義務の免除など様々な財政改革を試みるが効果はなく、元禄15年には2万6千人の合死者を出すに至った。このため、行進は次第に反省に対する関心を失った。儒教に盲信の域まで傾倒し、創生した長男、身信の葬儀は物式を廃して、樹式で行い、江戸で落書きのネタにされたという。 このために受信が県政を握り、代わって死死となった、心音を拝着しようとまでしている。また武芸では法術に長けており、数流派を合わせて、神的妙華流を開き、五大将軍、徳川綱吉の前で披露したこともあったという。この多馬術でも行進流を開いた。元禄15年10月11日、父の後を追うようにも利岡で死去した。年 あと三男、心音がついだ。ありがとうございます。